切れつある。これだ。なんかオフするほどの浮きではなさそうかな。ひどくなかったですね。こちらは、私がいつも購入させていただいている、もうネイリスト検定2級の時からね、もうずっとお世話になっています、バックスクラッチャーズのシルクラップ。こちらボンネイルさんから出ているリペアシルクジェルシートです。こちらシルクラップのような要領でやればいいのではないのかなと思います。なんと優しいことに、こちらの QR コードを読み込めば取扱説明動画も見れるということで書いてあるんですけれども、私は説明動画は見ずにやっていきたいと思います。まずはネイルプレップを染み込ませたもので、爪の表面の水分と油分を除去します。これはベースジェルを塗る前に、なんか見て光沢がすごい、こっちも光沢がすごい、どういうこと。まずちょっと端から端までなので、こんな感じでカットします。なんとなくね、ツイザー新しいものを購入しました。めっちゃ柔らかい。サイズを合わせてカットしたら、フィルムみたい。これを貼ります。え、これで終わり。あとはもうこれでジェルを塗っていくだけ。一応亀裂箇所こんな感じで、しっかりとシートで覆われております。そしたらベース塗っていきます。結構厚みがあるので埋めるのはちょっと大変かな。普通にシルクラップをやるよりも透明度は高くしやすいけれども、厚みが結構あるシートなので埋めてフォルムを作るのが大変だなって思いました。